備え先及び熊野本宮周辺の空中写真画像中央を縦断する河川が熊野川。東側から半島上に張り出した尾根が備え先。北西対岸の楕円形状の緑地が大祭原。画像上部中央の円形の緑地が熊野本宮大社原社地。国土交通省国土画像情報をもとに作成。備え宿は大祭原から熊野川を挟んで対岸の備え先にある修験道の宿遺跡。同書にある備え先経塚についても合わせて解説する。修験道においては塗装による巡れ奉行が行われた。中世英彦山の教義書、彦山修験秘訣院真躯決集には、巡る奉行のための峰、中路を、修行、道と呼び、修験と味覚則小集では、修行、居と呼ぶなど、峰中路そのものを、修行と呼ぶほどに、山岳修行が重視されていた。峰中路には、宿と呼ばれる、霊地ないし行所が設けられた。宿という用語の所見は、長正2年付の、金譜山本縁起であり、今日に言う大峰奥掛道場に120箇所あると、し、そのうち81箇所を明記している。宿は、峰中路に沿って設けられ、その数は信仰上の意味や、山林中での行動の都合を勘案して設定された。本来、宿には、神霊や祖霊を迎える場所としての意味があるが、実際にはやや異なる機能を持った2種に分化している。一つは、主法、勤行の場としての宿であり、もう一つは宿泊の施設となる宿であって、前者には小祠堂や自然崇拝物が、後者には神社、寺院が多用される。しかしながら、後に中世末から近世初頭にかけて、距離単位としての里をもなびきと呼ぶようになり、さらに山岳修行自体が低調となってゆくにつれ、なびきのこの峰中路としての意味が薄れた。なびきの語は、吉野から熊野まで75里あることを表す。大峰75里といった言葉の中にのみ残るようになり、かつてとは意味が反転して75里の距離に対して霊場を当てるようになった。今日、大峰奥掛道の行場を指して、宿ではなく、なびきと呼ぶのは、こうした消息によるものである。備え先備え宿の名は、諸山縁起に、備え女宝経ところどころ六部簿のうちと記されるほか、金譜山本縁起では、備えの別所宿、大母大三等縁起では、備え宿などとあることが確認できるほか、縁の行者千日三老の聖域とも伝承される。しかし、今日、正五院及び第五次見本院が基準として用いる、大峰75なびきの一覧や、それとほぼ同じ内容の前期森本坊伝の、大峰75なびき奥掛修行記にはすでに、備え宿の名はない。今日、大峰奥掛道として伝えられるルートは、近世の資料と伝承に基づくものだが、備え宿を通らずに、側面を巻くように進む。尾根をつないで山々を渡り、聖域としての山岳の姿を擁拝するという峰、中路の本来の意義からすると、現在のルートは、原則に反したものであり、中世には、備え宿を通るルートであったと考えられている。備え宿が設けられた備え先は、大峰奥掛道場の霊地である七越峰から派生した丘陵で、熊野川に向かって大きく張り出し、Uの字状に川の流れに囲まれている。丘陵採光所は手がつけられることなく、自然植生が残され、神仏界と解され、丘陵。第2のピークから熊野川に至る稜線に沿って7段の経塚群が設けられている。人工の施設が配されているのは、頂部と丘陵頂部から下った2番目のピークとの間の暗部、2番目のピーク、丘陵の北裾である。頂部と2番目のピークとの間の暗部は参籠所と考えられており、広背面カットが行われた方形の平場と、細長い2段の平場が作られている。この立地と造成の形式は、大峰奥掛道の主要な宿である、神仙宿と類似を示しており、宿の設定にあたって共通する認識や思想背景があった可能性が高い。2番目のピークには、備え先経塚として知られる経塚群があり、参道所と同時期に設定されたものと考えられている。熊野川に面した丘陵の北裾には、大祭原に面して、幅約30メートル、高さ18メートルの岩があり、岩倉郡を構成する。今日の大峰奥掛道に面した岩倉郡の北縁の部分には、礼拝所が設けられ、祭壇と立石が据え付けられている。岩に沿ってさらに進むと、岩の端に縦岩を中心として、集積がなされた小型の岩倉が一基認められ、その隣に石積みからなる小型の岩倉がもう一つあって、その後背には、樹布と見られるの掘り込みがある。これらは、小岩倉郡は、岩の西端にあって、結界を守る護法として存在すると推定されている。礼拝所の上方には2つの顕著な岩屋が見られる。礼拝所正面の岩屋の床面には、口径80センチメートルほどの穴が開いている。この岩屋がうがたれた岩は、岩の最高所となっており、そのことから、権現衰弱の岩倉として、衰弱した権現が宿る、大蔵窟と見ることができる。もう一つの岩屋は礼拝所から向かって、左側にあり、入り口に当たる部分につぶてを積み上げて、結界を作り、その奥に衰弱神の寄り台とするべく標石が建てられ、その基部がつぶてを詰めて固められている。床面に穴の開いた前者の岩屋を岩の頂部にて衰弱神を宿す大蔵窟、権現衰弱の石体がある後者を金剛窟と見るならば、これらの岩屋の配置は陰陽の融合した権現衰弱の岩屋として理想的な形を成している。岩倉郡頂上部の傍らには上面が平らな岩が2基存在し、細つぶてが集中した箇所に灰と見られる土が残されていることから、それぞれ異なる年代に護摩壇として用いられ、権現衰弱の祈りを捧げる場所であったものと見られる。これらの岩倉郡及び岩屋は、熊野川を中海として、熊野川中州にあった本宮大社旧社地と向かい合っている。この関係は、上総神社と新宮社地との関係に等しく、すなわち三宮とその配称という関係がある。備え宿の岩倉郡及び岩屋は、熊野権現衰弱の地とみなされていた可能性がある。前述のように、本来の峰中路が備え宿を通っていたとするならば、備え宿は奥掛道の終点ないし支点である。備え宿が熊野川からは奥掛堂第一の宿であるということは、備え宿とは入一方にあたって、巡る法行の基本的な心構えや手法を体得させる参道所であって、備え宿と本宮との中間点に設けられていた、京塚郡は行場たる参道所の外部にあたる教会に営まれていたことになる。吉野川の金峰山には大規模な金峰山京塚郡が存在することを踏まえると、京塚は外部との結界の役割を担っていたと推測される。宗教者の導きのもと、結界の奥の行場に立ち入れない一般の参詣者は、霊場の構成施設の一部として開かれていた、京塚に参詣し、あるいは摂取として、京塚を造営することにより、極楽往生や現世利益を祈願したのである。12世紀における、山岳信仰の動向を示すものとして、備え宿ないし備え先京塚を位置づけるとすると、熊野三山の整備が進められた12世紀に、備え先京塚が造営されたのに対し、金峰山京塚の造営時期が11世紀と先行することから、吉野川の御嶽信仰の成熟から、入法修行が成立して、熊野への奥掛道の整備が進められたという展開が考えられる。また、京塚の造営において、修験者の関与は無論のことであるが、金峰山京塚における埋経供養の施主が、俗人であった、藤原道長であったことを踏まえると、修験者は、宗教的な指導者ないし勧進生として、京塚造営に関与するのであって、造営の施主となるのは俗人であった可能性が高い。備え先京塚の出土品において、東海地方産の陶磁器が多数を占めるほか、京塚の形態にバリエーションが見られることから、東国を含む、広範囲から異なる階層に属する施主が関与したと考えられる。そうした京塚の成立事情から、京塚の郡構造と施主の社会関係との間には何らかの関係があると見られるが、未解明の課題として残されている。備え宿は、備え先京塚が先行して報告されたことにより、京塚遺跡として知られるようになった。しかし、ここまで見てきたように、聖地全体の構造からすれば、京塚は本来ごく一部の脇役であって、巡る興行の峰中寺における宿及び、岩倉祭祀の遺跡としての観点から再評価されるべきであると考えられている。巡る興行では、峰中寺をたどり、その路上にある宿で礼拝するだけでなく、峰中寺を外れた聖域や行場にも出向き、礼拝するのが本来の姿である。そのために、南向きの日当たりの良い緩斜面で、水源が確保できる場所を拠点として、周辺の聖域や行場に赴くことになる。しかし、大峰山中における巡る興行の衰退により、そうした修行の形態自体が忘れられ、それに伴って多くの聖域や行場もまた退転した。大峰山中でも、わずかに玉木神社周辺にはそうした古くからの巡る興行の形態を示す遺跡が残されているが、備え宿の場合はさらに古い姿を示していると考えられる。というのも、宿とは何よりもまずは神々が宿る聖域であり、神々が衰弱すべき岩倉や岩屋がある場所である。備え宿には岩倉や岩屋とともに、神仏界、参道所、京塚があり、聖域と行場が混然とした成立初期における宿の姿を教えているからである。詳細は、備え先京塚を参照。備え先にて発掘された、備え先京塚は、国の史跡、大峰奥掛道の一部である。また、大峰奥掛道は、世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道の一部である。備え先からは、古くは、文政8年に、経筒や金堂製と思われる、阿弥陀如来像などが出土したとする記録があり、今日も東京国立博物館に収蔵されている、統制概要記の宣告銘文には、保安2年に、大般若経600巻を50巻を一組として、経筒に収めて埋供した旨が記されている。和歌山県が東室郡地域を対象として実施した埋蔵遺跡調査において、経塚関連遺物が多数発見されたことを踏まえて、旧本宮町は大谷女子大学に依頼し、2001年12月と2002年2月に部分的な発掘調査を行った。その結果、備え先西端から丘陵町分にかけての尾根筋7カ所にわたって、京塚郡構築に伴う人為的な河原石の積み上げが見られただけでなく、大際原に面した北側斜面にも広がっているとの指摘がなされた。7カ所の京塚は、前述のように丘陵、第2のピークから熊野川に至る稜線に沿って設けられ、最上部のものは通常の構造のものであるが、他の6カ所は、岩盤上に直に、京筒の概要記を置き、その周りにつぶてを積み上げた構造が露出しており、農協という表現に、まさに合致するものである。これら京塚は、複数の群をなしており、何らかの意図のもとに配置されたと推測されている。2地点での発掘によって、合計39基の京塚が確認され、出土した遺物は、合計407点を算し、京筒の概要記である陶器編、青銅製及び、陶製の京筒本体断片、さらに、それらと共に埋納されたとみられる青白磁のゴース断片、中銅製、薬師如来立像などを含んでいる。それらの大半を占めるのが概要記である、常滑製の亀の断片であるが、12世紀後半から13世紀、ものが最も多く、14世紀にまで及んでおり、京塚群の推移を示している。京塚には盗掘の形跡があるものの、調査が進めば、日本最大級の京塚遺跡となることが確実視されており、京塚のみならず、岩倉信仰や阿弥陀信仰、峰中宿跡といった宗教遺跡としての総合的な解明が期待されている。ありがとうございます。